ございます。フジモンです。今日はちょっとね、DIY なんですけど、先日からいろいろと直してますライフ JB5 のライフなんですけど、リアハッチを修理したりとかっていう動画を上げたんですけど、まあこの他にもね、距離が18万キロ走ってまして、でこの間見たらフロントの運転席側のブレーキのキャリパー、これが固着してたんですよ。でDIY でこれも変えたんですけど、ここを変えるときちょっと動画を撮るのが、まあ撮るのは撮ってたんですけど、なかなか一人で撮影してる状況だったんで、まあ詳細までできずにオクラになっちゃってるんですね。でまあただ作業はして変えたのは変えたんですけど、果たしてまあそれで良かったのかっていうのと、まあ変えたんですけど、なんか走行中に、そこ以外のところから異音が出てたりとかしてるんで、まあその検証というか、まあ作業やった内容、まあエア抜きもしたんですけど、ちゃんとできてるかなっていうような不安があったりとかってする部分を、まあ近くにいるホンダの整備士の人に見てもらおうかなと思って今読んでます。ということで、まあ間もなく来ると思うんで、見てもらいながらチェックしていこうかなと思います。じゃあ早速。来た。おはよう。どうも、はい。俺の工具ボックスの中から、そんな俺の工具ボックスに入ってないスナップ音が出てったもん。しかも17ミリ立つ。このライフ。まずさ、これさ、ごっつい再生したんやん。まずリアハッチ全部変えて、ガス割り取ったから。で、フロントの運転席のキャリパーが、固着しとったんよ。また。そう。何ライフってそれ多い。いや、前も運転席側やったけど。前も運転席側やったっけ？パッドかなと思って、パッド変えよう思ったらもうズンズル点やって、うわ、むっちゃ錆びとうなぁ思って、押そう思ったら、全然、もうビクともせん。で、解体でこう出て、で、交換したんや。で見てほしいのが、とりあえず一回走ろうか。鍵ついてるわ。ちょっと運転してもうて、で、どんな音がするの？どっから。どこやろ？まずエア抜きがちゃんとできてるかっていうのも。ホーム加減大丈夫じゃん。ほんま、なんかゴッツ置くかなと思うんやけど。いや、こんなもんじゃない。ほんま？もっとキツできへんの？キツしょうもたらできる。ちょっと。後ろのブレーキ詰めたらいい。ドラム。これこれ、まずガーっていう音と、違うやな。後ろっぽいやろ、左の。え、後ろか、これホイールなんて読むんじゃん。マジこれムーブのホイール。あー、ほんなら余計センターが合ってない。あー、かな。左の後ろやな。左の後ろやろ。
回転部分からまずホイールが怪しい。ホイールが怪しい、うん、でもアリモンのホイールつけたからさ、やっぱり他になんかある。あと、あの踏み込んだ時のガラガラ音、ブレーキを、あー、これこれ、さっきのでもガラガラ音のどうしようもないの、ガラ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 っていうの早く入れたんだな、マジで。いや、それそれってどうな。でも燃焼室がだいぶ汚れたから余計ないかな。でも、もう距離が18万キロやからさ、基本的には、まあ、添加剤とかで治る、え、添加剤とかで治る可能性はある。コーヒー飲む、添加剤とかでかもしれんよな、多分ならんやろな、これって。じゃあどうしたらいいの、直そう思ったら。綺麗に直そう思ったら、レトロして綺麗に掃除したら、そういう問題。このガチャ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 って音を してるやつやで、うん、ノッキングここやろ、うん、そこまでその感じないっす。ひどい。一番気になるのは左の後ろの方が気になるね。外れる、一回外してみた方がいい。これ昨日70キロぐらい走ったんやけど。怖いな、なんか音するな、音するなって思いながら。でこれ、あの最近気づいたんやけど、うん、デッキの緩みが取れてないな。え、緩み、緩み、うん、ああ夜になったら普通原稿するやん、うん、しよらへんねんな。緩みついてないやつじゃん。そんなんあんの、なるほどね。古いやつ。いや、まあまあ確かに古いけど、ついてるやろ。そうかな、このガラガラガラやで、うん、どっかが当たりようとかじゃないよ、内部的なマフラーの振動なんやろうけど、結構結構な音やで、これ女子こんなんばっかり。そ女のこと言うとあかんからな。ちょっと濃いかごっついやろ、このガガガガガガ。これ多分走らんでもここでこの人それはもうどうしようもない。どうしようもない。諦めて。これかな。多分これだろうな。いかんど。いや、ナットの入り方見ても、うん、なんかおかしいかなとか思ったんやけど。ダイハツマーク入ってもどうかな、うん、そんなもん、そんなシビアなもんか、うん、ホイールなんかどう思うけどな、タイヤがどっち、タイヤではない、タイヤではないやろ。コーヒー買おうよ。そうそう、どうぞ。ありがとうございます。冷たい、うん、ありがとうございます、うん、何をしたらよろしいですか。あ、同じので、どうぞ。100円出てったわ、ラッキー。100円出てったわ。ゴン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 言うのほんまホイールかな。うん、と思うけど。いや、一回一回前後ろ入れ替えてみんかい。ほんで音が映るか映らへんか。
え、ホイールが悪いいうこと？取り付けじゃなくて。取り付けの問題やと俺は思ったんやけどな。これってセンター、これ見て、センター。うん、これ今結構ピチッとしとったんやんか。うんうん、確かに、履いた時に、走り寄ったら、バックミラー越しに見たら後ろのタイヤが、こんなよねよねよねってなるよって。なんか間違いないやろな。間違いないんちゃう。間違いないんちゃう。え、それって、ホイールの形状的にこのセンターのリングのとこあるやん、普通なここ大きかったらなんかリング入れたりするやん、ちっちゃすぎるやん、反対反逆なんやろよ、ちっちゃすぎるってこと、ホンダの方が大きくてホイールの方がちっちゃいっていうことなんだ、かもしくはサビ等から、え、それセンターのキャップは今あるの、いや、たまとった、キャップが暴れて音が出るときもあるけど、多分あんな音じゃないと思うんだけど、ちっちゃい音、マジか、とりあえずホイール染み直してみたら、染み直す、ネギ、帰って染み直すわ、まあ沈めするか、これブレーキをもうちょっときつくしようとしたら、めんどくさい、何したらいい、外してドラム外すやんか、ドラム外して、ちょうどこう上の中に横にこうドラムのシューとシューをつないだとかだよ、シューとシュー、そこに調整用のギザギザがついとんで、あ、これどっちのタイプやろ、前はそれはドライバーでコリ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 調整できる方やったらできるわ、それで。これエア抜きちゃんとできてるかどうかのチェックなんかっていうのはしようがないよな、テスト乗せなしゃ今こんだけの運用しろあったら 大丈夫や思うで、そやろ、大丈夫やと思うけど、十分できてると思う、インターネット見ながらしたんや。なんでこれ運転席側だけ、キャリパーが赤になるかなっていう。それはたまたまなんじゃない。雨風を右側よう受けるとこに置いてあるとか。ああ、そんなんでも変わるんや。あれってさ、普段乗っとく車がいきなり固着するわけ。するときあるね、そう、昨日の晩まで乗っとったのに、今日乗ったら固まるって、ブレーキ、それってどういうこと、錆び取るから、本当はこうピストンの間にこうシールのゴムのパッキンがある、あるある、それちょっとほんまは軽く斜めになってるな、はあ、これで離したときにちょっと戻る手助けをしてやる、ちょろっとね、あ、それが赤になるっていうこと、そのゴムが、いや、ゴムの手出しにそのピストンが錆びとうから戻らんようになるっていう感じ、突然なるんや、そのセンターの径が違うんかな、違うちゃうかな、極端なレーガーのスバルやんか、まあまあスバルはあれけど、いや、もうついでに変えてもらおうかな、じゃあ何を変えてもらおう、スズキの、おっちゃんがさ、おっちゃんのこれがさ、車検なのよ、お前は11月だしね、
これの方がええかな。なんかこれの方がセンターでかいような気がするな。これもまたメーカーが違う、うん、S の、ま、あ一緒やな。ヘルパカイトやろ。そうな、頑張ったね。頑張ったんよこれで。エア抜きっていうか、エア抜きするときにさ、うん、キャリパーの上のとこにネジあって、うん、これの、あ、そうか、うん、このキャップがどっか行って戻ったやん、うん、取ってあ、これつけとってんやん。出とこう。十字レンチあるある。え、締めるだけでいける？分からん。ちょっと上げた方がいいんじゃない？でも弱くではいいけどね。うん、ちょっと締めて。そんなんで変わる？変わる場合はありますけどね。ちょっと乗ってくるわ。うん、これで変わるかな。あれで変わったらラッキーやけどな。まあでもどっちにしろあれやな、タイヤを変えらなあかんから。どうでしょうかね。ガス屋さん来たな。入っていった。どう？ちょっとマシになったような気がする。乗ってんだ。うっせぇ。もうちょっとそっちにだだだだだだだ。うっせぇ。でもまだしょるなって思う。でもそういうだけじゃないような気もしてきた。これこれブレーキ踏んで消えるやろ。ドラム？ドラム？それか、あとはセンターのガタがないかよ。ハブリング？ベアリング。ハブベアリング？消えるやろ、ブレーキ踏んだら。ハブベアリング怪しいね。ハブベアリング怪しい。怪しいね。いやもうハブベアリング DIY じゃ無理なんですけど。ハブベアリングは DIY では無理ですよ。でもブレーキ踏んだら収まろっていうことは一番怪しいですよね。でももっとウォンウォン落としそうなんや。そう、もっとウォン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 言うやろ、ベアリングやったら。この間のモコもハブベアリングやって、うん、強い音しとったもん、ウォン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 って。
ブレーキ踏んでも消えへんなんだもん、うん、もうカタカタよ。これこれなんか積んであるからかな。それの音もしよるんやろうけど、段差の時の音は。でも回転部分の音だな。ブレーキの時消えよへん。いや、消えよった消えよった。じゃあろ回転部分の音。でも今軽くブレーキ踏んだ。消えてんほら、うん、速度があれ、あれ、あれ、消えてんやろ、うん、ほらどういうことこれ。ブレーキ踏んだら、うん、ちょっと強めにブレーキ踏んだら止まるやんか、うん、はあ、そうか、一回こっち寄せっかくの方が一回降りるわ。ベアリングやったらそれで言うもん、うんうん、いやし、そんなんここでは変えられへんわですね。もうハンドツールまみれでは、グリス、マイナ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 ス、青いゴーボックスで、でかい、いや、出ちゃう、うん、ない普通のやつってないみたいな、うん、これも大丈夫か、これ、これ、あ、当たった、全然調整しようかな、あ、うん、ブレーキ、うん、そっちだけ調整するん、ほんまは、ほんまはもうこの ちゃんと奥まで、うん、なんか変な音しょんな、うん、こんなもん、うん、あとはたまにな、うん、タイヤ変えて、あ、大丈夫か、この中になんか物を残しとるやつがおるんや、タイヤマジで、いや、そんな、あの新しいタイヤじゃないからもうたまにあんねん、パタ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 音がするのがあんねん、わからないでタイヤとして、そんなことある、中でコロンコロンいうのがあるんや、たまにそんなんタイヤ屋さんじゃないやんいや、だからやっぱここをここピ
チッとしとかなあかんのちょ。やっぱホイールちゃんとあれちょ。そやろ、これこれこれ、うん、それそれそれ、あこれほらこれやもん、センターちゃんと入ってないわ。これどうしたやん、ピタって合わへん。どうしたやん、チャオホイールに変える、うん、しかないやろ。ここで当たっとんじゃん。どこどこちゃうんかな、尾形ついてるの。多分それはここやと思う。それでなってた、うん、だからちゃんとやっぱりピタッと中に入ってへんのじゃん。でもブレーキ踏んだら止まりよったやんか、それが下せんねんけど、うん、ほらないややっぱそれけ、うん、普通ピタッとこう押さえたらこんなんならへん、うん、ほんなら変えた方がいいな、の方がええと思う。そういうことか。なんかないか JB5 のホイール持ってないないぞ、こんな古いやつ。うんか、でもまだ走ったやろ。まだ走った走った。とりあえずホイール変えなはれ、うん、ちょっとあのならんような感じで締めてみて。無理やるもう思いっきり締めるぐらいかな。いやだから上でカチッと行くまで締めといて、うわ、いやほら見てるほんまや、これやわこれギュッて手で締めとうで。閉めて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 もう読むもんな、もう読むもん、ほらえ、それってちゃんと当たって、当たってへんから、ドラムのカバーが4や、うん、だからブレーキ踏んだら止まるんや、以上もうとにかくもう中削ってまうんかいな、ホイール、うん、あかんやろネジで止まっとったらええやろ。あかんやろ、センターはちゃんと合わへんかもしれへんけど。はあ、皆さんあの JB5 ライフにムーブのホイールはありませんそんなんあるんや